吉宗評判記暴れん坊将軍。どうした？いいえ、あの、結構でございます。いや、構わん。よし、これで大丈夫だ。さあ、ありがとうございました。いや、では。なんということだ。このような莫大な金子を。お奉行の不正は間違いないぞ。よし、これだけ証が揃えば、明日早速お奉行の悪事を暴いてやるぞ。そうは参らぬ。なんだ、逃げた。その方が不正を働いたのはお奉行ではなく、勘定吟味役福山監物、貴様なのだ。吟味役福山監物の不正の証は、ほれ、このとおり。500両の買い込みの埋め合わせがかなわず、貴様は思い余って自害。愚か者め。竹中、これはお奉行様。その方、勘定吟味役福山監物とは実婚であったな。はい。福山は昨夜自害いたしたぞ。 なんと。それはまた何故に？不正が露見しそうになり、思い余ってのことのようじゃ。不正を？
福山殿が。わしも驚いておる。あの剣持がまさかとな。しかし事実は事実。しばらくは役所も騒がしくなるぞ。その方も心いたせ。はあ。その方の娘か。はい。これ。竹中伊平次の娘、さやにございます。さやか。参るぞ。はっ。これが勘定吟味役、福山剣持が不正の証と申すのだな。御意。いや、信じられん。あの清廉な男が。後藤殿、重ねて聞くが、まこと福山剣持が不正を。加納殿のお気持ちはようわかり申す。それがしとて最初は同じ思いでござった。したが二年に及ぶ不正でござったか、後藤殿。さよ。その間ご貴殿、勘定奉行としてただの一度もお気づきになられなかったのか。それを申されると何とも。ひとえにそれがしの落ち度にござりまする。あい、分かったぞ、島の神。今後そのようなことのないよう、勘定所の隅々まで気を使ってくれ。はは。上様、腑に落ちぬのでござりまする。福山剣持は一切曲がったことは嫌いで、堅物を絵に描いたような実直者でござりまする。その福山がまさか。いや、断じて上様。分かったじい。まあ、じいがそこまで言うんなら。半蔵おるか。ほう。半蔵、この一件その方の目で調べ直してくれ。承知つかまつりました。どこでございました、お奉行。すべてはつつがのお前と。上様ですら信じておられたぞ。それは頂上で。剣持め、下手に正義心なぞ起こしてわしを調べたりするから寿命を縮めるのだ。これで一安心でございますな。さて、後任の勘定吟味役だが。はい。綱木、その方止め役の竹中の娘を存じておるな。は。いや、美形じゃのう。実に美形じゃ。お奉行。どこ行くんだ。なんだその笑い方は。よかったら新さんも一緒にどうですか。いやいやね、あの、来りゃ分かりますよ。新さんに一度お引き合わせした人がいるんですよ。行きましょう、行きましょう。邪魔するよ。お、お嬢さん。まあ、頭殿。どうやら晩飯に間に合ったようだな。どうぞ、源さん。またこのような。困りますか、頭殿。うん、いいんだよ、そんなこと気遣うことない。ほんの気持ちなんだからさ。おい、リュウコ。おう。よし、だ。邪魔するな。さあ、お嬢さん。あの、いつか話した。あの、ある旗本の三男坊でね、新さんっつんだ。さやにございます。先日はどうも。いや、私は徳田新之助だ。あの、二人とももう知ってるんですか。まあ、ちょっとな。住みよけないね、新さん。いいえ、私が鼻緒が切れて難儀しているところをお助けいただいたのです。まあ、父上、いつお帰りに。気もつかずにお許しください。いやいや、いいんだ。旦那、また邪魔しております。頭殿からまたいただき物をしたのですよ。そうか、いつもすまんな、頭。ああ、とんでもねえですよ。そこな御仁は。ええ、あっしとはね、実行にしてもらってる旗本の徳田新之助さんですよ。
竹中伊平次です。ねえ新さん、あの竹中のお嬢さんね、どう思いますかね。どうってちょっと地味だけどよ、いい女だろうが新さん。そうだな。いやお嬢さんね、年は24なんですよ。で未だに嫁に行けねえんですから、ちょっとかわいそうだと思いませんか。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。あそこの家は女手がないんだし、お嬢さんがお嫁に行っちまったら竹中の旦那一人になっちまうんだよ。だからっつったって娘が何も犠牲になることねえじゃねえか。俺盗みの話だってあったんだってよ。あれお前旦那の取り代わりもんだろ。片っ端から断っちまったらしいぞ。そうよ、あのお父っつぁんが悪いわよ。お嬢さんは一度も反対したことないって言うんだもの。亡くなった奥さんをまだ忘れられねえんだな、そいつは。かしら、一度進めてみてくれませんかね。このあっしがお婿さんにふさわしいって。バカも休み休みよ、おめえ。あの気高いお嬢さんがおめえ、おめえ見た。ああ、やだね、こいつは。バカだね、これは。お、正真正銘の名家。バカ丸出し。かしら、俺ならいいじゃん。リュウコ、おめえもかなり丸出しだよ。本当だね、丸バカ。バカだよ。ねえ、お前さん、あのお嬢さん誘ってさ、山に遊びに行かないかい。さあ、お弁当持って気晴らしにさ。ああ、いいね、いいね。これ名案だぞ。私はね、ちょいと前から考えてたんだけどさ、ねえ、行くんだったら巣鴨あたりどうだい。いいわ、そうしましょうよ。巣鴨なら晴れてれば筑波山が青く見えてとっても綺麗だって話よ。うわー、いい。ねえ、新さん、新さんも行くわよね。うん、そうだな。ないよ、変だわ、今日の新さん。変だわ、変だよ。おう、そんなことないよ、みんなの音もするよ。さや、どうなされました父上。夕べ一晩考えてみたんだが、わしにはどうしても剣持殿の死が納得できん。今だから申すが、わしは以前に剣持殿の妻にお前をと考えたことがある。そのことを剣持殿に申し出もした。だが断られた。いや、それはお前が気に入らんのではなく、お役一筋に行きたいゆえ誰とも一緒にはならぬと、そう剣持殿は言った。その言葉に偽りはなく、剣持殿はご奉公を一途に己を全うしてきた。そのような男がこれには何か裏があるはずだ。それをわしは知りたいと思う。父上、私も父上と同じ思いでございます。もし晴らせるお命ならば、剣持様のためにもどうか。よく言ってくれた、さや。はい。ではな。誰かいるのか。どこの者だ。ついぞ見かけぬ顔だが。二の丸御殿より参った者にございます。実はお年寄り様から輪図の打ち掛けの値がいかほどか調べてまいりを仰せつかりました。お役の者以外はここへは入れぬ決まりだ。早々に立ち去れ。ご無礼いたしました。ではどう調べても福山剣持の身辺から不正の匂いはしてこないんだな。まことに名誉この上なきことで。千年来よりの剣持の貴重せしものを調べましたところ、
すべて異論はなく、気持ちの良いほどにきちんと帳尻が合っております。上様、いかがでござりまする。なんだか妙な具合になってきたな。忠相、どう見る。は、上様、ここだけの話でございますが、申せ。実は私の方でも密かに調べてみたのですが、不正の匂いは剣持よりもむしろ勘定奉行後藤島の神の方にあるのではないかと。何、まことかそれは。はい、いまだ証しになるようなことは何一つございませんが。それでは上様、まさか剣持の死は。半蔵殿、下の神の誠の姿が知りたい。探索をしてくれ。あまり飲むなよ。そうですよ、かな。やめたほうが。だけどお前さん、お酒は気分だね。おいしい。それはおいしいだろうけどさ、あんまり飲むとダメだっつうのよ。ダメだ。ねえお前さん、帰りにさ、名物の南京飯とさ、ねえ、あの田楽食べて帰ろうね。ああ、そうそうそう。おかげだ。帰り壊してやるよ。ねえ、その前に、少しこっちに回す。そうそう。あまり。悪いよな。あまり。あれ？カシラ、もうねえや。そんなひどい。おかみさん。あらららら。あら、ねえ、おかみさん、起きてくださいよ。あ、やりますか。行くぞ。よー、ポン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 、おい、寝ちゃってるよ。おい、リュウコ、帰りお前、おんぶしめるよ。そりゃねえねえじゃん、遠すぎます。カズラ、大丈夫ですか。徳田様、ご覧ください。綺麗だな。今日は心から楽しゅうございます。頭殿やおさい殿や、それに気の置けない方々ばかりで。それに私、徳田様にお会いできたことが大変嬉しゅうございます。俺もだ。きっとこうしてさやさんと楽しい語らいが持てると思っていたんだ。まあ、徳田様、徳田様はお芝居はお嫌いですか。いや。それならどうかはしたないと思わないでください。一度徳田様とご一緒に。さやさん。はい。近いうちに行こう。はい。
ちょっと焼けるな。お兄ちゃん。大丈夫だよ。気にすんな、新さん持てるわけねえじゃねえかよ。父上、今何とおせられました。嫁に行けと申したのじゃ。まあ急な話ではあるが、悪い話ではない。今日お奉行に呼ばれてな。お奉行の片腕を務める吟味方改め役の綱木兵庫殿はどうかと言われた。綱木殿なら仕事もようできるし切れ者じゃ。噂では次の勘定吟味役にも推挙されるらしい。どうした、あまり気乗りがせんようだな、さや。いいえ、そのようなことは。誰か心に決めた男でもいるのか。いいえ。さや、本当の気持ちを言ってくれ。わしのことを案じるならそれは無用だぞ。お奉行、これは新大橋の修復工事で少しばかり余った分でして。うん。なされますな。何者かが我らの身辺を。さやさん、こんなところでどうしたんだ。お嬢さん、あの待ってたんですか、あっしたちを。新さん、あっしは先行ってますよ。おじゃ、ちょっと、おおい、いや、新さん、そっちの母さん。風情でございますね、このような雨は。そうだな。徳田様、お約束のお芝居見物でございますが、私ゆかれそうもなくなってしまいました。どうしてだ、さえさん。何か不都合なことでもあるのか。俺ならこの通りいつも暇だ。さやさんの都合に合わせるぞ。芝居を見に行って、その帰りに芝居茶屋でうまいものをご馳走しようと思っていたんだ。どうした、今日はどうかしてるな。徳田様、何か訳でもあるのか。いいえ、何も。何も訳などあろうはずが。肩に雨が冷とうございます。Thank you.
竹中さんのお嬢さんの縁談が決まったんだよ。本当かおかみさん。本当だよ。さっきね、竹中の旦那が見えてね、縁談が決まったから私たちにも婚礼に出てくれって。相手はね、出世を控えた勘定所のお役人なんだってよ。よかったね、新さん。あ、そうだ、お前さん、着物用意してこなくちゃ。ね、あ、忙しい忙しい。竹中の旦那も大層なお喜びで、いや、肩の荷が下りたってほっとしてましたよ。お嬢さんあの通りおとなしい人ですし、それに何よりも親孝行ですからね。ああ、黙って親の言う通りに。頭。定めだな、こいつが俺の。正の張本人は後藤島守に間違いないようでございます。それに島守の腹心があの綱木兵庫でございます。二人が結託してかなり前から公金に手を出していることは確かです。なんと綱木兵庫か。お院の御静かにて国もお収まる時づかぜ、枝を鳴らさぬ身よなれよ。お老いにおいおいの待つこそめでえさおりけれ。にやあわにてもごともおろかやかかるよにすめ。なるほど、こうしてみると悪い女ではない美形じゃ。しかし俺の好みではない。ほれ、さや。はい。今日から俺がお前の夫だ。はい。何事もこの俺に従い、逆らうことは断じて許されぬ。承知いたしておりまする。ひとたびあなた様のもとに嫁ぎましたるからには、すべて意のままに従いまするゆえ、どうか末永くお願いいたしまする。末永くか、それはわからんな。お奉行、
これはどういうことでございます？どういうことでございます？簡単な話よ。お奉行がその方に思いをかけられてのこのような持って回った婚礼を仕組んだのだ。無論この俺に依存はない。夫の命令だ。今宵はお奉行にたっぷりと可愛がってもらえ。何をそんなに驚いておる。俺には出世が控えておる。その時にはもっと身分の高いところから叱るべき女を妻に迎えるわ。そうでございましたな、お奉行。その通りだ。さや、今宵はおとなしくわしの研ぎをせい。さすればその方の父も今よりはちょっとマシな役に取り立てて使わすぞ。では、ごゆるりと。これ大人くせ。お許しください。おとなしくせ、おとなしくせ。これ何をする。危ない。よせよさぬか。よさあ、やめやめやめ。近寄らないでください。このようなことの許されるとおり。おとなしくするか。私は知らんぞ。その者が勝手にやりおったんじゃ。いい不快じゃ。すぐに死体は突っ返してやりましょう。それに後腐れのないよう竹中伊平次には責任を取らせてお役を引かせたらどうでしょう。その方に任せる。では早速。厄介じゃのう。何も死ななくてもいいだろうに。はあ、どなただ。かような夜更けに。これはよほどこの俺が気に入らぬと見えてな。自ら死を選んだ。何？なんだその目は。迷惑を受けたのはこっちなのだ。この俺の立場はどうなの。お奉行からもお言葉があった。追って沙汰いたすゆえその方は謹慎しておれ。待て。何をする。黙れ。みんな分かったぞ。その方とお奉行がつるんでの長年にわたる不正、証しはこれだ。これにみんな書いてある。福山監物殿が残したものだ。それ他に承諾してその方のもとに嫁いだる上は自害などして果てぬ娘ではない。さやはそのような女ではない。娘はどうして自害を。わしらを持て。切れ切れ。お山さん、お待たせいたすぞ。切れ。
くれ。さやさん、なぜさやさんがこんな目に。俺には信じられん。天末も俺には信じられん。どうなさるおつもりです。竹中があの帳面をお上へ差し出せば我らは。落ち着け綱木、誰がそのようなものを取り上げるというのだ。幕閣も評定所もわしの息はかかっておる。いやしかし、道が違うぞ。その方らの行く先は千代田の城にあらずして冥土であろう。これもろ、どけ御役の貴様。俺は天下の風来坊徳田新之助だ。またしても貴様。上様。そうだ、吉宗だ。勘定奉行後藤島守、ならびに吟味方改め役綱木兵庫、その方らが手を汚せし長年の不正、さらにはそれを追求せんとした福山堅物を暗殺、そしてさらには竹中の鞘殿を落とし入れし邪悪な所業、この場において成敗いたす。こやつは上様などではないわ。死ぬ者じゃ。切れ切れ。鞘の父伊平次は武士を捨て出家の身となって当てのない暗夜の旅へ出ることとなった。それじゃ竹中の旦那、くれぐれも体に気をつけて。うん、頭、世話になりっぱなしですまぬが。とんでもねえ。何をおっしゃいますか。お嬢さんのお墓は
ちゃんと守ってますからね。お命日にはきっと戻ってきてくださいね。すまん。そうするつもりだ。皆も達者でいてくれ。旦那、生水や食い物には気をつけるんですぜ。ああ、これは雨かな。この場所で鞘と会ったことが昨日のことのような吉宗であった。そして今は悲しみを乗り越え、武門の棟梁八代将軍としてご政道を突き進む決意も新たな吉宗であった。おもちゃ、急いできたの。また降ってきたから新さん濡れちゃいけないと思って。いけなかった。いや、助かったよ。よかったねえ新さん。この近くに新しい茶店ができたの。とってもお団子が美味しいんですって。よし、わかった、食べていこう。どうした。さあ、行きましょう。おい、そんなせかすなよ。吉宗評判記、暴れん坊将軍。この連中ったら符を買ってきてさ、関取を料理して食べたら当たっちまったのよ。で、医者呼んだのか。だってさ、昔から符に当たったら血の中に埋めろって言うから。だからさ、腐った魚だ。なんでこの野郎、やりやがったな、この野郎。元締めがお店を閉める。今度の一件が大和屋の手落ちってことにでもなったら。まさかそんな。お君ちゃん、誰でおめえこんな目に遭わせたら。え、いかん、やつらお君さんを責めてお前たちのことを聞いている。冬より小足小判ざめ。どうぞご期待ください。